とりあえずこの家の中を、家っていうレベルじゃねえな。開ける必要なかったってね。あ、ちょっと。キーピックか。突然のキーピックだな。よし、開けちゃうぞ。オッケー。穴開いてるし。これ反対側から入れたんじゃない？待って。あれ、やばい。ああ、なんだなんだ。バグってたのか。ああ。バグってたっていうか、そうか。ジャミングがあるからプレッパーパッドが使えない。と言いたいのか？どうなんだ。どうなんだ。ちょっとわかんないですけれども。こっち側、ああ、あれか。で、CCTV も一応あそこにあるんだね。で、地雷の位置はもう分かってるので、簡単に避けていけるかな。そうだね、地雷は。あ、でも待って。ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待って。あの CCTV の近くにあるあれを銃で撃っちゃえばいいんじゃないかって、そういうことを言おうとしたんですけれども、なんかいろいろ来てしまったと。あいつどっかに引っかかってくれないかな、地雷に。いや、見事にちゃんと来てるな。しょうがない、相手して死んでよ。よし、オッケー。危なかったな。やっぱり銃を撃つとね、簡単に倒せますよ。で、私が考えたのが、これ、ハンドガンありますでしょ？で、これ多分隙間からね、撃てちゃうんだよね。よしよしよし、オッケー。ってことは、これで、プレッパーパッドが使えるようになるので、オッケー。さすが。で、まあ、地雷の方はちょっとスルーしていきましょうね。地雷はスルーで。何かあるか？何もないな。いや、基本的に何もなさすぎでしょ、これ。基本的に何もなさすぎだよね。あ、そういえばそうか。思い出した。あのゾンビがクロスボウの矢を持ってたんだ。でもあいつ爆発しちゃったから、木っ端みじんになったんだな。まったく、もったいないことをしてくれるな。あいつは生きてんのか？まあ、生きてるのかどうかっていう。めんどくさいタイプのやつだ。よし、オッケー。で、もう一回押して。あともう一発だ。さらばだ。お前の物資はもらっていくよ。ああ、フレアか。まあ、フレアはね、でも結構使えるので、ありがたいっちゃありがたいけど。あの、ジャミング装置、誰がつけてるんだろう。はいはいはい。いや、まあ別にビビらないけどさ。アイテムないのか。じゃあ寝てろ。意外とゾンビの量がね。ここは普通に開かない場所っぽいな。ゲームの。待てよ。こんな こんな感じのところ、俺は知ってる気がするぞ。嫌な音がするな。嫌な音がするな、おい。
フレアで、ちょっとこっちへ呼ぼうか。どこのゾンビまでがあれなのかわからんけど、多分こいつ先に処理しておいた方がよろしいんではなくて。オーマイガッド、もうフレアがないでござるよ。数多いな。待ってくれ、ちょっと数がね、えげつないです一気に来る数がえげつないんで、ちょっと自粛してもらってよろしいでしょうか自粛していただきたいんですけれども、そろそろ奥の雑魚的な感じの人は倒れてほしいんだけどな。 OK、これさ、宝石じゃなくて先にさ銃の方を出してほしいな。よし、オッケー。なんか持ってる？お、いいね。ちょっとじゃあケーキ食べちゃおうか。あ、チョコがあるな。ケーキも食べちゃうか。もうどうせ回復いっぱいあるしな。フレアがちょっと一個欲しいかもしれないな。お、なんか持ってる。ああ火炎瓶もありがたいんだけど、ちょっと今はフレアが欲しかったかな。ここら辺またなんかマップがないな。監視カメラがないっていうことなのか。いや、 CCTV が単純に起動してないっていうことだな。ちょっと音を立てるのは、おお、待って待って、今の何、今の完全にバグでしょちょっと画面が、なんだ、なんかここ引っかかるな。ここはなんか悪いのか。ああ、なんか登るとガコってなるな、画面が。うん、オッケーオッケー、よし、まだ来るか。来ない？ちょっとアイテム漁らせてもらっていいですか。アイテム持ってないな。 OK、 いっぱいいるな。このタクシーアメリカンだな。アメリカンじゃない、イギリスだカラー的にアメリカン的な雰囲気出してたけど、イギリスだね。お、なんだ、発煙筒、ついに。待って。何？ 4184 って何？どこの話?4184 ってどこの話それ。あ、メディパック大。あ、そうかそうか。おっと、待ってくれ。よしよしよし、この戦法は結構有用だな。あ、やばい、あと1匹ちょっとうまく来れてなかったな。でもまあ死んでくれるんじゃないか。ゲロ吐きし、あ、死んだ死んだ。よしよし、よかったよかった。まずい、死んでくれ。よし、フレアを持ってて、こっちのゲロ吐きは何持ってる。ああ、メディパックと銃弾か。いいもん持ってんな。さっきの番号は、なんだなんだ、どうしたどうした。あ、なんか上に道があるな。よし、ちょっと登ってみよう。何かいいものがあるはず。ダメージを食らってるから上で、おご飯を食べよう、おご飯を。ああ、まだいいか。
スーツケースの中には何もない。なんかなんかあるあるわよ。ここなんだ、ちょっと入ってみようか。すごい気になるな。あ、寝床や。一回寝ておきますか。いや、おはようございますと。なるほどね。で、こっちの方はなんだ？ん？なんか、なんですか、ここは。あー、これか。こうだっけ、番号。そうだね。あ、ここも。ん？ちょっと待って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 、先にあの部屋の中見ちゃおう。絶対何かいいものが。ああ、いいね。火力アップグレードとメディパック台。あ、そしてソーダがあるな。火炎瓶もある。おお、盛りだくさんだけど盛りだくさんだけど、俺は果たして持って、うん、もう持てないね。あ、でも、まあ、もうしょうがない。もう倉庫の方にも一つも入らないし、バッグもいっぱいになっちゃったからな。おっと、そこでこのピッキングか。なんか基本的にこれグリグリしてたら開くんだよね。グリグリしてたら開くから、よくルールが分かってない、いまだも、いまだにね。あー、なるほど。それであの開かなかった扉のところから出てくると。ってことはだ、このおそらくどこら辺かに、あまり広くないこの辺りに CCTV のなんか絶対あるはずなんだよね。あ、もしかしてここショートカット開けられる？そうだそうだ、開けられるぞ。ちょっといろいろ探索していこうか。ん？ここはなんだ？ここは来たっけ？あー、この地雷のところへつながってる道か。あれは、追い込み量にすごい使えるから、持っておくに越したことはないんだけど。ちょっと今は持てないので。でもあのゾンビさ、消えちゃうんだよね。まあでもしょうがないか。すべてはね、持っていけないですよ。ジュースか。ジュースも持てないな。で、ガソリンスタンドのここら辺になんか壁とかに実は CCTV が、ハブがついてるとか、ついてないとか。ついてなさそうやね。ついてないね。ここ開かないんでしょ。開いた。Please, come in, come in. You're safe here. Do you bring news? You've been gone so long.No, no, don't cry. It's not your fault, son. Who are you? Where's my son? Dad? Can you come up, please? I'm coming, child. I'm coming. Now, be a good boy. Help your mother. Be quick. She needs those antibiotics.Don't forget your key. You have nothing to fear.
ん？なんだ？あ、この中には入れないのか。まあ見た感じ気が狂ってる感がありますね。待て、燃料はどうした？何？抗生物質の引き換えだって。あいつめ、危険な橋を渡らせやがって。こっちか？このカードキーではない。まあ CCTV はまだもうちょっと後かな。閉めておくか。まあ何か異様な雰囲気は感じましたよね、あの人から。どっかにねえかな、CCTV。あ、おお、あった。あんなところにあったとは。いや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 。そりゃあね、見つかりませんわ、と。あれ？もらったのは鍵だっけ？カードキーではなくて普通の鍵か。そしてハイビーム使ってないな。いやでも正直あんま変わんないんだよね。ハイビームにしようが しなかろうがあまり変化がないと言っても過言ではないからな。電池の減りが早くなるだけっていう。さあ、じゃあ出ますか。さあ、ということでベーコンフィールドのある場所に着きましたが、着いたのはいいんだけど、あーこれか。暗いな本当に。また駅かい。ベーコンフィールドの入り口を開けろ。あー、ベーコンフィールド駅ってことかな。うん、真っ暗やね。じゃあここのドアを開けて、まあおなじみのはしごを上がってっていう感じでしょうか。待って、なんかいるな。大丈夫か。ゾンビな感じがするな。なんだ、あの保育園は危険そうな場所には見えないよ。やめておけ。無視してガソリンスタンドに行くんだ。そうか、わかったよ。これでお別れだな。おお、なんかヤバそうなモヤモヤマンがいるな。動かないな。しかしそのドアに何の用なんだ。死にに行くんじゃなかったのか。うん、 IP アドレスを簡単にゲットできたな。ありがたいことだ。ああ、あいつゲロか。あいつの死に方は俺が決めてやろう。お前は爆死だ。爆死っていうか普通に燃えたね。普通に燃えてる。ごめん、私は嘘の死因を教えてしまったようだ。そしてなんかあそこ、うん、まだいっぱいいるな。で、この人がハンドガンの弾を持ってて、これは何の弾？あ、これもハンドガンか。ありがたい。で、ここはどうやら開かない。え？待って。これ後ろにさ、これマンホールあったんじゃない？ちょっと登ってくれないかな？嘘っしょ。やられたー。あー、地雷はいらんな。あー、完全にやられてる。あ、ここなんか穴あるぞ。絶対あそこ後ろにマンホールあったじゃん。あ、どうした？あ、ゾンビか。はい、リロード。アイテムラスト。で、あの保育園に行ってほしいみたいなので行っちゃおっかな。グロ。さよならっつったの。気をつけろ。監視カメラにはゾンビに襲撃されて逃げ惑うスタッフと子供たちの姿が映っていた。それっきり誰も出てきていない。
救急箱を探せよ。薬はそこに入ってるはず。命中率なんだなんだなんだ。このゲーム幽霊って出たっけ。よしちょっと待って、今回復特大使おう。